さあ、和歌山県にやってまいりました。あははのは。いや、マジね、半年ぶりの運転なんですよ、今。まあ、今回もね、レンタカー借りてんだけど。めちゃくちゃ不安だったんだけど、まあ、今もう何十キロか、まあ、1時間半ぐらい走って、まあ、感覚は取り戻した感はありますね。なんか市場の中おしゃれでかっこいい、好き。普通の市場と違ってテーマパーク感があってすごい綺麗。なんかやってるぞ。解体ショーだ。白くね、へこんでる部分、マグロ前の方が入っておりまして、マグロ丼買っちゃった。コンビニのおにぎりで済ませようと思ったけど、うまそうすぎた。いただきます。マグロの味がする。うわ、海に来て海鮮食べるってめっちゃ夏だな。あーずー、そういう季節になったか。車内が暑い季節になった。窓全開。さあ、和歌山市内に向かうか。いや、まあお城って大体そうなんだけど、高いところにあるじゃん。和歌山城、その中でもね、登るのはどこのね城も一緒なんだけど、あの道が結構急だね。すげえ、ペンギンまでいるじゃん。すごくない？普通にお城の下にペンギンいるんだぜ。まあ、相変わらずこいつらが一番可愛い。こいつは上陸した。それは無理だと思うけど、ちょっとプール開き。おお、飛び込む、みんな飛び込む。プール開きだな。お前はずっと何してたんや、そこで。おお、いってらっしゃい。